こんにちは、ゴッドコータンです。皆さん知っていましたか？実は2023年があと2日ぐらいで終わるということ。明日終わるのか、明日31で、次が1日で2024年になるのか、大変だね。ということで今回はその2023年にゴッドコータンが歩んできたチャンネルの振り返りのようなものをやっていきたいと思います。今日はそういう動画です。今年1年何が起きたのか、一体僕は何をやっていたのか、そういったものを振り返っていきたいと思いますね。早速振り返ってみましょう。で、まず昨日ですね、19時間前です。なんとニャンコ大戦争の新しい動画を出しているようですよ。まるでこれは昨日のことかのように思い出しますね。あ、振り返ってそういうのじゃない？あ、そう。2023年の12月30日じゃん。で、今からちょうど1年前、つまり2022年の12月30日には何を投稿していたかっていうと、これ、歴代サバイバルを全部振り返ってみたら懐かしさで凄すぎたみたいな動画を投稿してたみたい。だから1年前には、1年前の振り返り動画を出していたってことだな。2022年の振り返り動画を2022年に出してたと。当たり前だな。バカ言っちゃいけねえ。僕は見たいのは2023年の1月あたりだ。だから多分このあたりだよな。これだよな。11月。おお、ほらほら、ちょうどだ。2023年の1月の1日にいます。これは、悪魔の実を食えば体力 0.5 の鬼畜アスレチックをクリアできるのでは？ってやつだな。まあどういうのかっつったら、文字通り悪魔の実モッド、ワンピースモッドをやりながら悪魔の実を送ってアスレチックをクリアするっていう、そういう内容なんだろうな。画期的だわ。1月1日はそういったやつを出していたみたいだ。で、全体的にあれだね、バックルームズとかをまだ投稿していた時期だね。弟と一緒にバックルームズを実況するやつだとか、あと、ポケモンとかもここら辺いじったな。ポケモンいけるんじゃないかなって思ったんだけど、意外とみんな興味ない感じだよね。僕は好きなんだけど、ポケモンみんな興味ない？やったらいいと思うよ。楽しいから。あと、弟だ。これ、この動画クソ好きだ。マイジンシスターズの声優さんが変わったっていうね、そういった出来事があったから、それにあやかって弟と一緒にマイジンシスターズの声優面接に受けたっていう茶番動画を撮ったんだよ。この動画、僕、むちゃくちゃ大好き。今まで投稿してきたコータ神チャンネルの動画の中でもむちゃくちゃ好きな類だな。まあ、要するに、あれだよ、全然似てない声真似動画を出しながら、クソふざけた面接動画を出してるってやつだな。これまたやりたいな。今弟さ、18歳になっちゃったんだよね。17歳だって、今20歳でしょ僕が。3年前だから17歳か。今こんな風な、キャッピキャッピ、俺もニンニとバカするお、みたいな感じじゃなくて、ごめん、今、バイトするからさ、あんまり忙しいんだよね、みたいなノリになっちゃって。まあでも、弟がいくら成長したとしても、僕の年齢に追いつくことはないから、そこら辺は安心だよね。で、そして、ここら辺またバックルームで、あ、ウィザーストームだ。懐かしいな。このモッドクソ大好きだ。2023年の2月あたりはどういうの出してんの？このシリーズ。ガチサバイバル。僕当時さ、クリエイティブで全部何でもかんでもズルするようなキャラクターだったんだよ。1月29日に始まったやつだね。で、そのイメージ払拭するためにクリエイティブ使わずにサバイバルでガチでプレイするっていう内容の動画を撮ったんだけど、ぼちぼちって感じだったな。好きだよ。僕別に好き。これの総集編とかも近いうちにあげようかなって思ってる。見たければね。ガチサバイバル動画ってやつだよ。ただ僕がガチでサバイバルやってるか否かっていうのをみんなに伝わりづらかったよね。で、ここら辺でベッドウォーズが、ワドルドとナッシーと、それから僕とドリームさんでベッドウォーズの実況動画を撮ったんだよね。で、こっからさらに先に進んで、ここら辺で最終回なんだ。で、あとやだ。全部の動物捕まえるサバイバルシリーズだ。完全に忘れてた。画面ではマイクラ都市伝説がうんぬんとか言ってたけど、これだわ。マイクラの中にあるすべての動物を瓶で捕まえて捕獲するっていうタイプのサバイバルシリーズを半月ぐらい、2、3ヶ月やったのかな。個人的にとても楽しかったよ。落ち着けるのが大変だった思い出があるわ。完全に忘れてたわ。そうだ、そのシリーズがあったわ。あれ2023年なんだね。めちゃくちゃ時の流れってのは早いもんだわ。ここら辺むちゃくちゃ良かったよな。コノさんにプレゼント交換したんだよ。僕はバターチキンカレーを送った気がする。これがちょうど3月の25日だって。実写動画だよ。コノさんが用意したプレゼントと僕が用意したプレゼントを交換後するってやつだな。これ楽しかったな。この画像はすごい悪意を感じるな。コノさんの股からうんこみたいな塊が出てるけど、あれはプレゼントだ。
で、コノさんからはラーメンみたいなやつが来たんだよ。俺美味しかったな。で、その後に僕は絵を送ったってやつだ。で、そっからさらに進むと、あ、そうだ、ここら辺だよ。ここら辺から質問コーナーを始めたんだな。4月だ。4月あたりに僕は質問コーナーを始めているみたいです。4月の質問コーナー。こっから毎月のようにね、10月の質問コーナーだとか、8月の質問コーナーみたいな感じで、1ヶ月に1回のペースで質問コーナーを始めていたんだよな。まあ、質問コーナーといっても、答える人間が僕だから、結局毎回内容は同じような気がするんだけれども、まあ質問コーナーってやつだ。なかなか、まあ良かったよね。僕という存在がどういう人間なのかっていうのをみんなに知ってもらうために質問コーナーをやったっていう感じだな。そして2023年といえば、ラースサーバーですよ。これが4月か。懐かしいな。今ではマンネリ化して僕が飽きちゃってさ、やめちゃってたんだけど、当時はむちゃくちゃ楽しかったんだよな。だって、ここのサバにいる人みんな僕のこと知らない状態でやってたからさ、ただただ純粋にサバイバルやれてたんだけど、だんだん僕がそのサーバーで変なことやって、変なことやりすぎたせいで、結構ね、ヘイトが溜まって最後らへんキモかったわ。正直言って。ラースサーバーの民ってね、マインクラフトの中の民度の底辺1個上ぐらいの民度だから、なかなかね、きついよ。まあ、楽しいけどね。すごい楽しい。現にこれを半年以上僕は続けていたのだから。ラスサーバーはむちゃ伸びたね。なんで伸びてたのかよくわからないけれども。それから、あ、出た。これ、犯罪。警察のお世話になりました。懐かしいな。7月か。5月だね。ちょうどこの時に僕は、なんで警察もお世話になったんだっけな。あ、そうだ。自転車だ。自転車を盗まれて、被害届を警察に出したんだ。ちなみにその自転車はまだ帰ってきてない。今年散々だな。僕、あれか?自転車盗まれて、で、キッズに殺害予告まで受けたのか?これは6ヶ月前に出していた、6月に出したやつだな。DM に来たキッズから、お前のことぶっ殺してやるみたいな殺害予告が来てさ、面白がって、それを動画で晒したんだよね。まあ、この人、実際に VC してみたら、ただのガキンチョでね。で、しばらくしてから、また DM で同じような内容を送ってきたんだよ。多分、殺害予告的なやつもう一回やったら僕と遊んでくれるんじゃないかっていう浅はかな考えのもと言ったんだろうけれども、2回目は無慈悲にブロックして報告したよね。当たり前だよね。舐めるなよ、大人を。おい、見ろこれ、ほら。これが今まで続く縦クラフトの最初ですね。6月に縦クラフトっていう動画をですね、やっていたみたいですよ。いろんな実況者で集まってマイクラのサバイバルをやろうってやつをね、ここに映ってるヒノさんっていう動画投稿者の人に誘われたんだよ。この方はラースサーバーっていうサーバーで知り合ったお人でね。で、この人から誘われたから僕もこのサーバー入ったって感じだよ。今思えば運命だったのかもしれないね。そしてだ、すべての始まり、終わりの始まり。これ20歳になったのでスピリタスを飲んでみた。これやばいよな。6月20日にスピリタス飲むとかバカだしよ。で、しかもだよ。これ6月20日に動画出してるってことは、このスピリタスのお酒は5月の31日に購入したものってことになるよね。まあ、その購入したのは僕かどうかは置いておいて、飲んだのは6月の20日の0時ちょうどぐらいに飲んだわけだ。だからギリギリ未成年飲酒に引っかかりそうな気もするけれども、まあ、1分過ぎた後だから6月20日判定だよな。なんか法律ってガバガバだよな。1分早すぎたら未成年飲酒だけど、1分過ぎればもう合法。何なんだろうな。20歳の成年って必要なのか?まあやめておこう。そこら辺の法律云々の話は無知な人間が語ると燃える可能性しかないからな。で、こっから僕はお酒にハマってしまいました。20歳のちょうどにスピリタスっていうアルコール度数 98% のお酒を飲んだせいでね。今はもうこんな酒飲まないよ。だってもう酒の美味しさ知っちゃったもん。他の飲みやすい酒色々飲んで分かっちゃった。スピリタスってまずいわ。アルコールの味しかしない。僕が今のところ一番好きなやつはね、金宮焼酎っていうね、クソ安い焼酎のお酒があるんだけど、あれは安くて飲みやすくて美味しい。美味しいか分かんないけれども、まあ飲みやすいよね。アルコール臭さが全然ないの。ごめん、僕酒の話になったらその話ばっかり言っちゃうから、ここら辺でやめておこうか。でもって、その後は、バックルームズを久しぶりに出したんだよね。
で、思ったよりもこの時に出したバックルームズの動画が再生数伸びたから、またちょくちょくバックルームズの動画を再開し始めたっていうのがちょうどこのあたりで、もって4ヶ月前だな、 SCP の実況を始めた感じですよ。これは2023年の8月の7日 SCP と寄生虫はびこる鬼畜な世界でサバイバルっていうコンセプトでやったんだけれどもね、まあ途中で僕やめたよね。理由？だってこれ以上にやりたいモッドができちゃったから。まあ、そのことは後々説明するとして、この SCP と寄生虫のサバイバルは今のところ凍結してる感じだな。いつか気が向いたら最終回ポポッと撮ろっかなって思っている。で、この時は、まあ、むっちゃくちゃ難しかったな。オチの付け方がむずいわ、これ。何をもってオチとするのか、何をもってこのモッドを収容とするのかが難しかった思い出があるな。でもって、そっから寄生虫とか SCP とかの動画をいっぱい出していたような気がする。で、あとね、8月あたりに、まだ動画に出てないというか多分出るかわからないけれども、ナッシー、ポリゴン、あとワドルドと一緒に名古屋県のね、プール行ったんだよ。で、ホテルで一泊して、で、科学館みたいなところに行った。むちゃくちゃ楽しかった。そして、その後にですね、じゃーん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 。イケイコさんと二人きりで居酒屋に行ってお酒を飲んだ最高の思い出を作った。これが4ヶ月前、8月の28日。このね、一件はね、正直言ってね、参加型に参加して今までの思い出の中でも5本の指に入るぐらいには楽しかった思い出があるわ。だってあなた異性の人と一緒にさ、お酒飲みに行ったことある？ご飯食べに行ったことある？ないでしょ？僕は初めて異性の方と一緒にご飯食べに行った。相手が池子さん。初めてのお食事の相手が池子さん。もうね、心臓バクバクだった。お酒も飲んだからかな。わからないけれども。で、池子さんの前では絶対取り乱しちゃいけないと思って平然を装ってたつもりだけどね。池子さんとじゃあねってした後はね、もうアルコールでスッとんぴょうになった状態で家まで帰るのが大変だったね。正直言って迷った。なんか見たことのない高速道路に出てたわ。あれ？何ここ？知らねえなーって。歩いてパッて出たら目の前が高速道路で変だったなーってなったわ。で、この時から池子さんと一緒に酒を飲んだってお話だな。やっぱりお酒っていいよな。なんか、いいよな。あったあった。で、3ヶ月前にフニクさんが家に来てお酒を飲んだんだわ。9月ですね。懐かしいな。フニクさんが家に来たのが9月か。フニクさんが作ってくれたチーズのキノコみたいなやつ。これがね、アホみたいに美味しくってね、お酒と一緒にこいつをいただきましたよ。で、その後に生魚に醤油をぶっかけたやつ。これもね、バカみたいにうまかった。ちなみにね、この、さっきの話に戻るけど、池子さんと酒を飲んだやつ。これ実は動画撮ったのが、その酒を飲んだ直後だったからね、若干酔ってるってのは裏話で置いておこうか。で、その後に芋虫とかとも遊んだな。懐かしいな。今年芋虫と遊んだのは2回しかないのか。あ、違うわ。動画にしてないけれども、オフで芋虫と一緒にお酒飲んだの覚えてるわ。むちゃくちゃ楽しかったな。池子さんと同じくらい楽しかった気がするわ。あの時は良かったな。でもって、そっからまあ、あれだな。弟と一緒に深夜徘徊。これあんま伸びてないんだけどさ、むちゃくちゃ面白いんだよ。みんな、再生して。9月ですね、ちょうど。弟と一緒にガチの家でのオフでの様子。オフでのテンションで動画を実写で撮った感じだね。まあ、どういう内容なのかっていうと、よっ、足の中、砂の中、靴に砂が入る感覚、感覚、感じる、感じる、ね、でも楽しい、海の中、叫ぶのは、日々のストレス解放、イエー！海水浴は夏の中、冬にやるようなやつは、人間がバカか、アウトセーフ、俺は、まあこんな感じのテンションだったわけだ。で、2ヶ月前。マジ？これが2ヶ月前？でも生き物ってこんな、やーば。どんだけ時間の流れは早いんだ。10月だな。イモムシがお誕生日を迎えたということで、僕はイモムシのためにお誕生日プレゼントのイラストを描いてあげたんだよな。これがちょうど10月の話だ。で、その10月といえばですね、ライブってところを見てもらえればわかるんだけれども、ちょうどこのあたりかな。確か、案件の動画だな。あ、これ1ヶ月前だわ。
なんかスマートフォンのゲームの案件を初めてもらったんだよね。でその案件のお金でオーストラリアの旅行に行こうかなって思ってるところだけれども、まあなかなかに貴重な体験をしてもらさせてもらったと僕は思っておりますよ。でもってそっからしばらくしてですね、これ2ヶ月前だな、2ヶ月前、10月にワドルトのお誕生日だって。マジ？イモムシとワドルトの誕生日って近いんだね。で今もやっている5つの洞窟サバイバルってのが2ヶ月前に始まったわけだ。10月からやっているんだね。まあ要するに5つの洞窟を追加するモッドだ。さっき僕が寄生虫のやつを途中でやめたって言ったじゃないですか。やめた理由がこれだね。このモッドがやりたくてやりたくてたまらなかった、だから凍結したっていうところだ。どういうモッドかはみんな見てみるがいいさ。そしてだ、僕の人生の中で結構大きめなイベントがあった。それが10月25日。10月ってめっちゃイベントあるんだね。なんとこの辺りでですね、僕さんはパーマをかけました。頭に髪をくねくねってするようなパーマをかけたんですよ。むちゃくちゃに貴重というか、自分の顔が好きになるきっかけがもらえたよね。めちゃくちゃ良かった。で、1ヶ月も経ってねえかな。何ヶ月ぐらい前だっけ？これ、4週間前か。あ、じゃあ1ヶ月前だわ。1ヶ月前にね、にゃんこ大戦争の動画を出しました。11月30日に出したようです。なので、投稿してからちょうど1ヶ月が経ったようですね。今まで僕はにゃんこ大戦争の動画なんて、チャンネル内に出したことはないはずなんだけれども、なんかにゃんこ大戦争の動画ってさ、ものすごい再生されるんだよね。だから、万歳って感じ？うん。ちなみに年末にもにゃんこ大戦争の動画出す予定なので見てね。あと、にゃんこ大戦争の動画のさ、どこら辺が好きなのか、ちょっとコメント欄で教えてくれないかな。なんか、あまり、その、単純な疑問ってやつだな。まあ、やってて楽しいから別にいいんだけどさ。でもって、今に至るってところだな。あ、そうだ。あと、ポケモンの実況とかしたわ。これはもうなんか、大滑りだな。楽しかったんだけど、あんまりみんなには打てなかったわ。不思議だよね。ってことで、2023年の、振り返りでした。あ、ちなみに言うとですね、なんと2023年は動画本数が2000本を超え、総再生回数は8000万回を超えましたね。すごいでしょ。僕もすごいと思ってる。ってことで、チャンネル登録と高評価よろしく。バイバイ。